どうもオプショントレーダーの熊谷です今日もテクニカル分析を中心に今後の日経平均の動きを考察していきたいと思います本日17日は5場から急落さらにナイトに入って一段安でなんと4万500円を割り込む展開になってきています何が起こっているのか どこで下げ止まらないといけないのか一気に風雲球を告げる展開となってきた日経平均の最新チャートを使って考察をしていますぜひ最後までご覧くださいそれでは早速7月18日日経225オプション考察始めていきましょう はいそれでは7月17日の相場概況からです、日経平均4万1097円、177円安、マイナス0.43%、トピックス2915.21でプラス10.71、プラス0.37%、ト。今日はトピックスプラスで日経平均がマイナス、日経平均もね、4万1500円近くまで高値あったところから見ると、やっぱり大きくね、 5場売られた感じになっていますそしてえグロースが695.11プラス13.78でプラス2.02%引き続き中小型グロースに資金が入ってきている展開になっていると売買代金はプライムが4兆4302億円スタンダード1629億円えグロースが1684億円となっていますえ次にビックスと VI ビックスが13.64昨日が13.27ですからちょっと上がっていますそして日経金 VI き、まあ、今日株価的にはね見た目そんなに終値から動いていないということで、まあ、0.09だけ上がって18.00日中終わった時点ではまだ相場的には全然ね動いていないしそこがたい展開は変わっていなかったとここからちょっとナイトに入って状況変わってくるんですねはい今日はまたムームーさんのご紹介です今7月2つののププログラムが走っててておりますアプリをを落として無料の講座を開いて 30万まで入金をしておくと、これはね、株買っても買わなくても、入金をしておくとというのが条件ですが、10万円相当の買い付け代金が当たるキャンペーンというかね、プログラム、これ、抽選券4枚もらえるということと、あとはお友達紹介ですね、1人ご紹介すると、2万円分の Amazon ギフト、最大20名までで40万円までゲットするチャンスがある。紹介された方にも まあ、ウィンウィンなんで、ぜ、ま、ひ、あ、ね、ちょっと近くに株やってみようかなと思ってる方、もしくはムームーさんをまだ持ってない方にうまく進めてね、このあたりゲットしてみてください。はい。で、アプリを落としてですね、講座を無料で開いておけば、まあ実際にね、トレードしなくても、この日経 CNBC さんの動画、有料動画ですね、こちら見ることができます。ラジオ日経さんの動画、それから音声コンテンツも聞くことができるということで、このあたりね、 はい、あの証券会社のアプリにしてはすごく便利なね機能じゃないかなと思います。はい、ということでこちら QR コードを読み取っていただいてもいいですしこの動画アプリで見ていただいてる方は概要欄にこの リンクがありますので、ぜひね、今のうちに、このムームーさんのアプリ、これ、スマホの無料の投資ツールという面で見ても、非常に尖っていて優秀なので、まあ、ぜひね、これ、使ってみるといいんじゃないかなと思います。でしかも、このアプリ、ツイッター X のようなですね、投資家さんが参加している SNS みたいな機能があります。 で、私ももうかれこれ4ヶ月ぐらい書いておりますがえ、フォロワーさんが1000人を超えてきました。ね、いつも見ていただいたり、コメントいただいたりね、こう、いいねのアクションをしていただいている皆様、本当にありがとうございます。えこちら、ここでしか書かないようなネタも織り交ぜながら、毎日チャートの考察とか、コラムとか、まあ私の投資のテクニック、経験みたいなのもね、書いているので、まあぜひ、 ムムームさんのアプリ落として持ってる方は熊谷アンダーバーオプラボの方もフォローしていただけると嬉しいです。こちらね概要欄にアプリのリンクありますのでチェックしてみてください。はいそれではチャートの方を見ていきたいと思います。まずは日経平均の冷やし現物 まあもう再三言っておりますが史上最高値圏で出た宵の明星ですねイブニングスターから綺麗に下落はしてきておりますがそれでも昨日まあなんとか陰線ですけどプラスで引けてまあ踏ん張ってるんですねで今日も4万1000高値が466円まであってこれ5日線超えるのかなという一時的にね全場期待もあったんですがそこからやっぱりずるずる特に5番になってストンと下がって4万1000円あわや割れるかと今度安値は 4万1054円でしたから、まあね、4万1000円割れそうなところからなんとか踏ん張って4万1097円モメンタムも一気に急落してきておりますが,おりますがそれでもまだ現物はですねなんとか踏ん張ってる感あったんですよね、えっと、先物になって21時13分これ夜間16時半以降急落してきましたあっという間に4万1000円割れてです、ね、21時13分現在で4万440円 安値は4万340円まで突っ込んで、転換線も割り込みましたし、こんなとこにある転換線どころか、どころかね、基準線が4万205円、まだここに数字入れてなかったんですけど、一気に基準線を。 試すようなところままで下落ししてきました、はい、でこ、こ雲ねじれてるので急落してきたのでまたこのねじれで反発してくれればいいんですけどねじれはね、さらに加速するかもしれないという方な両面があるので、まあ、微妙な感じになってきましたね。で MAC-D MAC-D 通常のもこれ 引転してきてきいます、まあ、ただ、MACD はまだこれかなりプラス圏でのクロスですから、そこまで、この辺りで踏ん張ればね、そこまで心配しなくてもいいと思いますが、まあ、いよいよいろいろな状況がですね、山高ければ谷深しという形で、非常にまずい状況になってきています。で、トピックスで見ると、やっぱりちょっと形が全然違うんですね。はい、トピックス、21時14分現在、確かにこれ、ナイトに入って下落してきました。今日さっきの 冒頭で言ったようにです、ね、トピックスプラスでした、転換線の上をキープして、まあ、ちょっと連日の上ヒゲではあるものの、日経平均とはやっぱり形が全然違う、そして日本市場を表しているのはこっちですから。 まだね、日本市場、底堅いなという感じで見てたんですけど、ナイトに入って、さすがのトピックスも急落してきています。とはいえ、まだ1.10%なので、言うほどね、大騒ぎすることもないんですが、ただ、トピックスも明確に崩れてきていると、まあ、このあたりね、ネックラインとも言えるような位置も割り込みつつあるので、本当に2880ぐらいで止まるかどうかですね、かなりちょっと心配な形にはなってきています。もう一回日経平均の先ものに戻って で当然下落の 5MA クロスになってしまったのでショートサインですでこれ以外にもアルンオシレーターとかストキャスティクスとかあとはスクイーズモメンタムとか全部天井圏のサインついていて下落の 5MA クロスですから、まあ、当然短期チャートは皆一斉にショートサインとなりましたまあそりゃそうですよねもうこんだけ4万2400円から見たら 2000円下がってきてるわけですから、まあ、そらそうでしょうという形ですけれども完全にですね S q 州にやった、まあ、ここがちょっと余計だったなと思うんですけどこの、ね、仕掛けをまずは一旦全部吐き出した格好になっています。でこうなってくると下落の5円目クロスになってさらに4万1000円を、ね、軽く割ってきたという状況になると当然新型ストキャスティクスもこのバーの内側に入ってきています。 もうずっと張り付きでね、オシレーターなので、天井張り付きになってしまったものが、天井からバーの中入ってきました。つまり、このパターンは、下落か急落になりやすいということで、まあ、今までね、直近は急落っつっても、そこまで掘ってない。ただ、これでもですね、1000円ぐらいは動いてるんですよね。なので、まあ、押しめと、結果的に押しめという展開でしたが、それでも1000円ぐらいストーンと下がるので、え私は、これ、メンバーシップでは、このチャートを使って、シンセティックですね、 つまり、プットを買ってコールを売るという、まあ、どっちも下目線ということなんですが、あの急落している部分は、プット買いでえしっかりと利確をしてで、コールの方はですね、もちろん下がっていけば利益になりますけれども、まあ、最悪ね、ちょっと反発してきても、少し様子を見ながら、ええっと、残りね、利益を積み重ねるみたいな感じで、シンセティック。 をやりますやるんですが、まあ、私はですね、まあ、これずっと言ってましたが、SQ またいで下落の5余命クロスになってきたら、まずは上がらない、上がりにくい、上がりづらいと、まあ、そういう相場になってくるので、ファーのコール売りがまたワークするよねなんて言ってたんで、一応売りました、ただしね、超チキンです、これもう昨日のうのうちに、こんなに下がると思ってなくて、昨日のここで、だから今日朝方4万1500円。 ぐらいまで行ったときはですね、若干含み損になってて、やっちまったかなと思ってたんですが、その後急落してきました。はい、ということで、ね、本当に半日で25円、2万5000円分ですからね、割と美味しいっちゃ美味しいですね。まあ、本来ならね、45円から55円の間ぐらいを売るんですけど、まあ、ちょっと怖くて、えー、4万4250を売らずに、4万4500を売ったというところですね。 はい、でさらに、これはもう先週かな、お話ししてたと思いますが、これ11日ですから、SQ の前日に8月切りで、プットデビットを入れておりました、はい、これはあの4万1500を買って、4万1250を売るとで、コスト75円も、やっぱりどうしてもね、木先でしたから、まだまだちょっと高いということで、75円のコストを払って、 で、えー、250円のマックス利益を取りに行くので最終的にインザマネーになれば、えー、175円分17万5000円のプラスになる、まあ、ちょっとあの手数料抜いてということですけどねで400円が1080円475円が1370円21時15分現在ねさらにこれ急落してきたので実際これどっちもさらに板は上に動いてましたということであっという間にねプットが これ裸買いだったらめちゃくちゃ利益ですよね。はいまあ、そんなことは私は怖くてポジション取れませんが、まあ、一応、プットデビットも下がってくるんじゃないのということで、こちらもまあ動画で、ね、言ってるからには、一応私も、はい、あのしょぼい枚数ではあれど、しっかりとポジション取ってます。でもね、今のところ悪くないでしょ。ただこれはデビットは基中にはなかなか決済できない、まあ、バーティカルなんでね、SQ で決済してこそのバーティカルなので、まあ、これは 一旦含み液でににんまりしななながららどうにもならないだからここから V 字回復していくと以前もそうだったんですけど全くぬか喜びということになるんでこれ私おそらくもうちょっと下がって。 であと23日日柄ねうまく食ってくれればえ今度はコールデビット同じところに入れてそうするとね10万円から11万円ぐらいのプラスをもう確定できちゃうのでおそらくねそういったところを入れてで戻ってくるところでまたプッと50円ぐらい売ってみたいなことをしながらですね、はいまあ、10万円から11万円ぐらいのもう株価がどうなっても確定利益っていうのを取りに行こうかなとは思ってます。 いたりします、はい、で、まあ、あとはもう一回日経劇の先物に戻りますが、これね、マックーマーク2見ても、やっぱり崩れてきてますから、どこで止まるのかというと、一つの目安は、この25日、移動平均です。だいたい押し目をつけて、崩れてくるときっていうのは、25日で止まるかどうかなんですね。はい、まだまだこんなに距離あってですね、まあ、25日は当分ないななんて思ってたら、こういうことにやっぱりなるんですね。25日線が今4万円ぐらいです じゃあの若干3万9,950円ぐらいじゃないかなと思うんですけどまあでもまあ,まあほぼほぼ4万円ですねですから4万円で止まるかどうかっていうのが一つ目安になります。 はいでこちら GMMA はまだギリギリこれ要点だから中期まだ上昇トレンド崩れてないんですけれども明日まあこれ明日と言っても、ね、もうすでにこれはうんと18日の足ですから厳密には19日ですね19日にもう1個足が進んで4万500円ぐらいをうろうろしてるとこれもうデッドクロスしてきますからいずれにしてもここからまた4万1000円ぐらいまで切り返せないとこれ上昇 中期上昇は維持できないと。そしてさらにスーパートレンドがすでに21時24分現在、セルに転換してきています。これはこのオレンジの線、今4万489円なんですけど、21時24分現在、440円で割ってきてるんですね。ですからもうセルが点灯してます。ただし、このチャートは終わり値判定ですから、今一応セルついてますけど、明日の15時15分の段階で4万490円よりも上にいれば、上で引ければ、 これ要天のまま赤いまま踏んばれるということで長期まだ上昇トレンドギリギリという形になってきますからここはまだちょっとね勇み足にならずにもうちょっとしっかり見た方がいいと思いますが今日ナイトでニューヨークがちょっと弱含んでですね4万200円とかになってくるともうこれは完全に 下落トレンド長期も下落だな、そして事実上中期も下落トレンドだなということで、単中長期3つの時間軸全部下落になってきますから、まあ、そうなるとちょっとした反発っていうのはあれど、これね、上値を切り下げる展開になってきますから、ロングポジションを持ってる場合とか、利益が出てる場合は少し3分の1とかね、こう、理覚しておこうかなとか、あの日経平均に。 強度の高い私なんかまさにそうなんですけど、半導体、ETF なんかね、もうもうちょっとかなり下がっちゃいましたけど、まあちょっとね、考えを入れとかないとですね、思いのほか、ずるずると下がってくる可能性が出てきています。NT 倍率も直近の上昇を全部吐き出す形で14.03まで21時25分、もう戻ってきています。7月3日からね11万円ぐらいプラスあったんですけど、まあ私も一旦これでえっと4万円、5万円ぐらいで利格にさせられたのかな。 はい、一旦下落のこ,ここでね、これちょっともうちょっと私遅れたので、で、さらに NT ショートに入ってきています。どこまでショートいけるかどうか分かんないけど、まあ、今14.03ですから、ほぼほぼ現時点での まあ中央値に戻ってきたかなという感じです。なので、ここからですね、13.5とか13.0に向けて一気にまた下落するかというと、そこまではどうかなという気もしますが、まあ、目先ちょっと NT ショートになってるので、一旦私は NT ショートにポジションを切り替えました。はい、で、まあ、の急落は半導体の急落ですよということで、今日夕方、カブラボでお話をしています。まあ、アメリカ、バイデン政権がね、対中、中国に対しての半導体規制を、 まあ自分たちアメリカだけでやってても他の国が中国に輸出したら何の意味もないじゃないかということでまあ日本とそれから ASML のあるオランダですねまあこの辺りを中心にちょっと勧告を出してきているという形ですねまあそれを受けて今日東京エレクトロンなんかも7%以上下がった。 下がってるという形で、いよいよね中国への輸出が厳しくなってくる、売り上げがね、減少するというようなところで、一気に半導体に売りが出た。このあたり、ぜひね、今日、株ラボの方も見ておいてください。この動画の概要欄にリンクを貼っておきます。なので、2644、グローバル X の日本半導体 ETF も今日3.57%下がっています。で、ソックスもこの後出てくるかな。同じぐらいにね今日多分下がってくると思います。で、金利の方、これ、アメリカの10年金利は、 4.15まで下がって今日ちょっと4.175までまた若干上がってきましたなのでまあねこれ金利が4.15で低いままでいてくれるとよかったんですけどちょっと切り返してきてるので今日のニューヨークも、まあ今日ちょっと半導体ショック を今日アメリカの市場でこれからね現物市場でちょっと吸収していかないといけないもう日本市場で時間外である程度折り込んでる部分はあれど結構下がってくるんじゃないかなという感じがしますそんなそんな中ちょっと金利がわずかですけど戻ってきてしまってるのでまあそうなると SP500 の CFD これ時間外21時28分マイナス0.88%、まあ、そんなに大きく下げてませんが。 直近で見るとしっかりと下がってきています。で、さらにソックスの L の方は、今日プレで21時半9、9%下がってきてます。で、3分の1するとソックスがマイナス3%。で 日本株の ETF、ね、半導体 ETF も3.5%下がりましたから、だたいね、3%から3.5%ぐらい、今日のアメリカの方の現物市場でソックスなんかも下がってくるかなという気はします。まあ、ちょっと好調だった半導体に、今、冷や水がぶっかけられている状況になっているということで、まあ、今日はね、SP500 もナスダックも、まあ、このままいくと、少し。 下落してくる展開かなとなのでアメリカがね切り返して強くなれば、まあ、日本の先物も,もですねまた4万600円を超えてしっかりという状況になってくれるんですが今のところプレーの動きを見るとそうでもなさそうという感じですね。でニューヨークダウがめちゃくちゃ強いラッセルもめちゃくちゃ強いという状況でさすがに今日 プレではででは0.26% 0.26%、ももなんですね。うこの上昇ですよ、昨日どえらい上昇してたんですが、対して下落してないので、引き続きね、ニューヨークダウとか DTI、ダウ輸送株平均ですね、これは景気敏感ですけど、あとはラッセル、中小型ですね、こういったところには引き続き強い。 ただ今日ちょっと金利が上がってきているので昨日ほどね強い、き、まあ、昨日ちょっとやり過ぎ感あるので、まあ、そういう意味では金利が上がってくると少し昨日の分の3分の1とか、ね、押してくる可能性はあります。いずれにしてもちょっと今日はアメリカ株普通に考えたら上値が重いかなというところで日本株も4万500円よりも下の展開をまあ心配しないといけない形になってきていると思います。 はい、ここからオプションの手口を見ていきたいと思います。まず、海外勢合算なんですが、今日は割と。まあ、日中は。でもね、トピックスで見ると、プラスでしたから、えっと。コールサイドの方が多いんですね。ちょっと意外だったんですけど、えコールが六千六百四十枚、プットが三千二百八十五枚ということで、これね倍、倍か。海外勢全体で見ると、ですね。コールが二倍トレードされてるんですね。まあ、もちろん、売り買いのバランスはわかりませんが。 プットが全然積まれていないなのでナイトに入ってこんなに、ね、急に下落してくるのがあれと思ったんですけど、まあ、こんな状況になっています。で、まあ、引き続きですね海外勢全体で見ると4万1000円にコール売りとプット売りがぶつかっていて、まあ、上はプット買いですね3 2分の1ぐらいがプット買いという形なので、まあ、全体で見ると下に行っても いいいいぐらいかなというとうころですねちょっとプット売りが700枚あるのが下に行くと、えー、まずいかもしれませんが、まあ、今はまだ4万1000円から上に行くか下に行くか両睨みでポジションを取ってて今下に来ているという状況だと思いますなので、えっと、今日のナイトからどれぐらいプットが増えるかですね明日の手口がちょっと、ね、気になるなという気がしていますはい次にゴールドマンですゴールドマン見えてる範囲はこれ4万1000円よりも下 まあ4万1250よりも下という状況ですね、コール売りのプット買いです。まあ、下にコール買いがあったので、まあ、ここはですね、えっと、デビットみたいな形ですけど、上1000枚ぐらいプコール売りですからね、でしかも4万1250に200枚だけど、プット買いという形ですから、これはまあ今のところ見えている範囲でいくと、ゴールドマンは下に行けば行くほどいいと。でそんな中今日 コール1000枚ポジション入れてるんですね売り買いどっちか分かりませんがまあねこれどっちも売り売りという形でまだまだねプレミアム結構つくので売りで取りに来ているのか、うん、近い方を売って遠い方一応保険で買ってるというクレジットの形のどっちか,かなという気はしますがちょっとねコールを枚数入れてきてるのは意外ですね一方でプットはほとんどまあ今日4万25060枚入れてますけどこれ売りか買いか分かんないんでね はいまあ、いずれにしてもあんまりプットが動かしていないというところはゴールドマンも同じになっています、はい、次にアムロですアムロは今日コールサイド2510枚でプットサイド1549海外勢全体みたいにコールがプットの倍というほどではないけれどもコールが多い41500のコールを1100枚入れてでその上42,760枚入れているという感じですね今日下がってきて、まあ、これ コール側は結構売り長にしているので、まあ、全体的にはねちょっとその4万1250よりも上のところを。 売り長で載せてきたんじゃなないいかなという気がします一方プットサイドは4万500が567枚昨日も968枚動かしているので、まあ、4万500ここをプットの買い長にしていれば、まあ、なんとなくわかるんですけどアムロに関してはですね一応今4万1000円近辺でコールもプットも両方売り長にしているので4万1000円よりも下のバランスねプット買いがどれだけあるかで状況が変わってくるかなという気がします。 気はしますでそんな中、このあたりはちょっとね、ぷっと買い長にバランス調整してきてるんじゃないかなというふうには予測はしています。はいで、まだ、うん、と3営業日、まあね15日休みだったので、現実には4営業日ですけれども、まだそんだけなのでね、枚数で何かっていうのはないんですが、海外勢のコールとプットの取引枚数です。 で最初はプットが多かったんですね。なのでやっぱりちょっと、ね、7月切りから8月切りにかけて急落している中でプットが多いのかなその割にはコールとプットの差がないなと思ったら今日はコールの方が倍以上入っていたりするのでこれ4日間の平均するとですね同じぐらいの枚数なんですね。だからまあ7月切りと の最初と同じような感じにはなっています。何かコールが異常に強いとかね。プットが異常に強いまあ、そういうスタートにはなっていない。ただ今日ナイトから急落してきているので、まあ、明日ももし引き続き弱いようだとまあ、今日は海外勢プットの方がトレード多くなってると思うので、それによってね。この辺りのバランスえどう変わってくるかを見ていきたいなと思います。 最後は先物です。今日は海外税28万5000枚というところでまあまあまあ普通じゃないでしょうかとあの実際の売買代金等々と考えてもね。で今日はゴールドマンも6600枚ということでちょっとおとなしいしとまあまあ大体ね大体それぞれがそれぞれのいつもの枚数ぐらいなので、まあ、どっかが非常に大きな枚数動かしてきてるみたいな。 こう得意ななな動きはあんままり見られいいですすね、はい、全体的にまあ普通のトレードかなという気がしますただし18日に入って一気に先物で700円ぐらい下がってきていますから、まあ、それを考えるともしかしたら今日からまた少しバランスが変わってきている可能性はあります、はい、おそらく、ね、先週ベラボーに海外勢買い越しているので、まあ、今週はそれの調整ということでまあ ね、2円近く株価ももう下がってきたわけで一気にこれ逆回転して売り長になってきてると海外勢が一気に今ね売ってると思うんですよね、はい、なので、まあ、そのあたり海外勢が売りに回ってる間はなかなか株価も反転上昇していくのは難しいかなという気がしていますはいということでいかがだったでしょうかあ日の天気予報はですね基本的にもう今ナイトセッションを見る限りかなり土砂降りですただ今日の、えっと、ニューヨークがですね金利の上昇が これ以上上がらずに引き続きしっかりしてくれれば4万500円ぐらいで止まるんじゃないかなと思います今日ニューヨークがですねまだ同じように崩れてくるとこれはですねある程度織り込んだというか先取りした日経先物ですけれどもまあ、もう一段4万 200円ぐらいですかねから4万円台っていうところをうかがう展開も十分あると思うのでまあ今日ちょっとロングしてる人とかですね、まあ、中途半端にプットを売っちゃった人みたいなところはですねちょっとしっかりとケアしとかないと朝起きたら4万円割れてるということも十分ありえる展開になってきてるのでちょっとね注意が必要なフェーズに入ってきたと思っています。 はいということで今日の動画も役に立ったぞそしてこのチャンネル応援してもいいよという方はチャンネル登録とグッドボタンの方をねぜひポチッとよろしくお願いいたしますいつも見ていただいて本当にありがとうございますそれではまた次回の動画でお会いしましょうまたね